イルマンでございます。ただいま栃木県鹿沼市です。山に囲まれた壁七かまどさんに向かっております。ワンちゃんがいらっしゃるご夫婦とご一緒することになってます。はい、キューちゃんどうした？立ち上がって、キューちゃん危ないぞ、危ないぞ。体感結構今日はテラス席いるね。ああ予約しといてよかった。正解だ。わかるね。わかってるね。耳聞こえてんの？後ろ下がってる感じでわかんの？じゃあ来てごらん。アロハ君とリノアちゃんかな。こんにちは。はじめまして。照れるな。こんにちは。肉丸と九太郎なんですよ。肉球にしようと思ってたんですか、最初から。いや、多分それは偶然でしょう。偶然ですよ。肉ちゃん。肉ちゃんが来たの。あ、いいじゃん、これ。いいじゃん、これ。黄色いね、ハンカチで。よかったね、今日は暖かくて。やっぱり日頃の行いじゃないですか。ダメ。いいね。いいね。姿勢がいいね。めっちゃ肉丸待ってるよ。えらいね。そのうち寝るぞ、あれ。ほら、もう寝そうだ。横顔がいいね。すごーい。お弁当。これね、手作りってこと？そうえ、マジっすか？俺が食べたいわ、これ。あ、いいよ、パパ、いちごなら。わー、ありがとうございます。すごい。ケーキまで、すごくない？すごい。キーちゃん、お座りは？キーちゃん、もう、ね、食べたくてしょうがない。もう、すごい食いつき。おばちゃんだよ。お弁当のおばちゃんだよ。覚えといてよ。もう絶対忘れないよね。そっくりあら、そっくりじゃん。14歳おじいちゃんですよ。おじいちゃんですよ。もうブラックハニーだっけ、なんだっけな、コスタリカ。あ、ブラックハニー、ブラックハニー、うん、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。七かまどの疑問についてご質問お願いします。はい、マスター、はい、質問です。はい、七かまどさんというお名前はどこから来てるんですか？とってもいい質問ですね。七かまどは鉱山の植物なんですね。あ、植物の名前なんです。かまどとは全く関係ないんですか？ないんですよ。すげえ。まあ、七かまどっていうのは標高 1500m 以上のところに自生している植物、はい、まあ木なんですけれども、登山者にとってはメジャーな植物なんですよ。花言葉っていうのもあるんですけども、うん、見守るとか、そういう意味もある。いや、ちょっとなんかいい名前ですね。ミュージなんじゃないかとかって言ってて、七かまどさんなんじゃないかって。七かまどさとしです。さっきかまどっておっしゃいましたけど、はい、それもあながち間違ってなくて、はいはいはい、七かまどって木は密度がすごく高いので、うん、7回かまどに入れても焼けないって言われてる。ああ、そっから来てるってことですよ。ああ、すっげえ。山登りやってる方ならではの名前ですよね。そうですね。だからお客さんも、すぐ分かる人と、ね、分かんない人といますもんね。かまどーまって言われたことがあって、ね、かまどーま。すいません、かまどーまって言ったバッタの、でかいやつなんですけど。はいはいはい。なんでかまどーまって名前つけたんですか？いや、うち七かまどなんですけど。今度はあれですよ、多分マラドーナってなんでつけたんですかっていう人もいるかもしれないです。サッカー選手ですか？いくつか意味がかかってて、山登りとその見守るっていうのと、すごくそれが素敵ですよね。いや、ほんとワンコに優しいのは最高ですわ。最高です。この蔵もすごいっすよね。今はもう納期になって、僕らの登山道具とか、あと皆さんが召し上がったお米とかも、あ、幸せの黄色い、あー、なるほどなるほど。北海道かと思っちゃった。北海道。今日もね、盛況でね、全然閑散期とは思えないね、うん、
ご飯も美味しいしね。そう、ヘルパンさんの、YouTube 僕も見たんですけど、はい、ありがとうございます。ほっこりしますよね。ありがとうございます。あとその映すのが上手ですね。あ、本当ですか。あの中にこうすごい超広角の、はいはいはい、しかも明るいじゃないですか。はいはいはい、パッパ開けて、広い感じの、うわなんかいいな。いやもうね。泣いちゃうね。泣いちゃう、もう今泣いてますよ。ありがとうございます。本当に。ね、もう車直しに来ないとダメだね。あ、そうだ。整備士の資格。僕はもともと整備士。すっごい料理がうまいけど、マスターどういうとこで修行された？奥様が。全部奥様と女の方が。七かまど。やっぱりこう主導して。七かまこです。わかりました。教わりながらやってるんですけど。かまみかもしれない。なあ、七かまみ。でも二人でこう作り上げてる感じ。あー、いや、ご飯が美味しかったもんな。もう前回来た時めっちゃうまかったもんな。中、ね、どうします？開きましたけど。あ、じゃあ入ります。もうちょっとだけ、はい、すいません、はい、ありがとうございます。せっかくだから。チーズうまそう。いや、チーズ美味しそうだね。めっちゃうまそうだね、これ。買ってこい。わかりました、わかりました。なんちゃぴったりハマってるね。かわいいんだって。かわいい。あれ、マスターの手作りだって。あ、手作りベッド、手作りベッド。すごい。ちょっと これがあの間伐材を使って作ってるんでしょうけど、優しい温かさ。これ、ね、触っても全然熱くないんですよね。自体は二重構造になって、ここで燃焼した燃焼ガスが、パイプ管の真ん中に、もう一本パイプがあって、なるほどなるほど、そこから排気をしていって、なるほどなるほど、外側は、まあ、空気って言って吸う側なんですね。そういうことか。なるほど。で、空気入れて燃やしてるんだ。ヘッドストーブいいね。すいません、ごちそうさまでした。だいぶ長いしちゃって、すいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。はい、どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。おしゃれな取ってたね。ピックルかピッケルか。ピッケルだったな。ピッコロか。ピッコロ。行きます。本当ありがとうございました。ありがとうございました。もう本当美味しかった。美味しいし、優しいし、そうね、ね、居心地いいし、いいですね、最高です。すごいな、この道ね。あー、すごいとこだな、ね、これ、あ、それだ。あー、これね、誰もいない。すごいな、ここ。どうやって止めるんだ、ここは。どこでもいいらしい。オーニング、ヘビ。おー、眩しい。怖っ。怖っ。え、でも今の時期じゃないよね、わかんない、ね、どうなんだろう。下沢引北農村公園です。ああ、着きました。はい。トイレ綺麗。ね、トイレ綺麗って書いてあるの。桜が咲く頃来たら。うん。桜の頃もいいね。面白い。面白い。ワンコ車中泊。かわいい。リクちゃん。リクちゃん、そこ座ってんの。リクちゃん。おお、すげえ。全部外れるんだよ。そうなってるんですね。ガラスも取れるらしいけど。ガラス取れるの？多分前に倒れるんじゃないかな。あ、そうですね、うん。ヒンジがあるもんね。完全にあれですか？オープンカーみたいな。オープンにはなると思う。あ、いや、かっけえ。やることないけど。雨漏りが怖くて屋根外せないよ。前がすごいね、やっぱね、これ。結構車の感覚必要っすね。ああ、なるほど、はい。見えない花が30センチあるからね。ああ、ああ、ああ。これでペーパーの私無理でしょ。うんうん。
後ろが狭いんだよね。いやでも十分ですよこれ。屋根がすごいよな。ね、やっぱ上スピーカーじゃない。スピーカーだね。ね、うん。ごっつスピーカー入ってる。2つある。うん、なんか狭いよね。ああ。こんなでかい人だよ。おおすげえ。うわすげえ。どう？いやでかい。もうでかいわ。すごいね。ワイルドだよね、うん、こういうところとかさ。ここでね、うん、これで、うんうん、ああなるほど。開くんだね。開くんだ。すごいね。ねえ。いやーなんか楽しいね。いやすげえ。ライト。ライトこれだ。あ、これです、ね、あ、こっちか。うん、ここなんですね。これですね。車の運転席っていうよりか、うん、ソファーです。すごいわ、うん。これはちょっと運転慣れが必要だね。うん、前ね、うんうん。やっちゃいそうだもんね。だから買う前何回も試乗したんですよ。ああ、試乗してくれって言われて逆に。ああ、そうかそうか、うん。まあずっと乗ってるとね慣れてくると思いますけど。感覚をね。そうですね。でも最初のうちはちょっと怖そうですよね。ね、これかっこいい。かっこいい。ここすごいかっこいい。おお。ここにかぶって作ろうと。いや全然綺麗ですよ。ちなみにこれ2リッターです。あ、2リッターなんですかこれ。2リッターターボ。3.6 じゃないんですよ。そうなんだ。で前に乗ってた車ね、はいはい、アウトランダーだけど、あっちの方が税金が高い。 あれ 2.4。 これ2000に思えないですね。ずっと重いけど加速いいですよ。あ、まあターボですね、それ多分ね、うん、これ2つあるの。4駆でしょ。4駆の切り替え、うん、切り替え、だパートタイム4駆ってやつよ。フルタイムじゃなくて。え、ジムにもついてるよ。あ、そうなの、うん、いいね、かっこいいね。かっこいい。いや、いいです。アロハ君、イノアちゃんのパパママとお会いしまして、とても楽しい七かまどでのお食事と公園に行きまして、喋り倒した。そう、喋り倒してだいぶいい時間になっちゃいましたけど、とても楽しかったです。パパママとはまたちょっと一緒に会ってね、お酒でも飲みたいなと思います。まあ、それでは帰ります。はい、はい、それではごきげんよう。